はい、ということで実況のパート2は始めていきたいと思います。やっぱね、メインメニューありましたね。前回は初期設定があったんでメインメニューが表示されなかったけど、まあ、ちゃんとありましたね。これね、ドドンとね、ネメシスが、映っているかっこいいメインメニューがありました。下に1999年って書いてあるんで、最初のバイオハザード3出たのが1999年、21年前。めっちゃ昔やん。21年ぶりのリメイクってすごいね。じゃあやっていきましょうか。達成してるコード。なんじゃこれ。ストーリーボーナス、オプション、ボーナスってなんや、なんや。レコードコンセプトアート。フィギュア。下から覗く。まあいいや。プレイ記録、ネメシス撃破、いっぱいあるね。お祭り女、これ本編のボリュームどんぐらいなんですかね。コスチュームの項目追加されました。キャラクター印象、あ、またなんか追加された。まあ、いや、よし、コンティニューで。バイオハザードの本編ってなんかガチればさ、だいたい10時間ぐらいで終わるやん。だどうなんすかね、今作。だ結構発売日速攻でさ、やってさ、なんかクリアするまで終わりませんみたいな、寝れませんか、みたいな知るけどさ、なんかガチれば2日とかで終わんのかな。で、2日で終わらしてもなんかもったいないよね、せっかく。新しいゲームなのに。ゆっくりやっていきたいね。さあ、カルロス。カルロス・ゴーンと合流したとこからですね。このカルロス、このバイオ3リメイクのカルロスがマジで、ね、鉄拳のミゲルってすげえ似てるからね。ググってみてね。マジで似てる。UBCS。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに。カルロス操作できるようになるのかね。行こう、ここだ。12時20分地下鉄行きました。バイオ3の時のジリって何歳、年齢30ってないよね、まだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。出た、これ誰だっけ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するスターズ隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジル。ああ、よろしく、ジル。ミハイル・ビクトール。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。あ、こっちも噛まれてんの？そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。ゾンビ。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。あっちのシャルにも誰かいいんじゃん。我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難する。ああ、生存者が鬼に隔離されてるのね。助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力がない。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。お、無線をくれた。無線ぐらい知ってる。まだ大
事なことか。まず物資を武器しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。おい隊長、こりゃまたひどい傷だな。かすり傷だ。どうってことない。これ今構えらんないんだ。これは地上に行けばいいのかね。カルロスは来てくんないのか。 UBCS 式弾薬調合法。戦場では玉なし野郎は玉なし野郎だ。知りたくないやつは黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ハンドガン弾、ショットガン弾などの弾。準備ができたらパーティーに出発だ。死体野郎どもにごちそうを暮らしてやるぜ。やろうぜ。間違っても自分がごちそうになるんじゃねえぞ。弾薬を調合できるんやね。ガンパウダーん。これカルスの銃は拾えないのか。早く体力を回復したいわね。ニューススタンド、なんかチップスター的なやつがあるんだけど、ジル、俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は。俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい。まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。お、ハーブがあるじゃん。お、いっぱいある。なんでこれ。ガンパウダー。あ、これ調合できるやつか。ハーブ、ハーブ。おお、そういう感じか。なるほどね。よし、これは？ん？ん？え？これなんどうやって開けるの？あ、鍵が必要なんかな、これ。そういうこと？ハーブ調合法。加水傷ごときで巨大に持ってくるようなボヤはママのおっぱいでもしゃべってろ。そうじゃないタフガイは薬の調合法を頭の中に叩き込め。救急スプレー以上、さっさと終わらせて冷えたビールで乾杯だ。ん、これ、あ、預けるアイテムか。預けるのね。これセーブか。あー、これセーブできんや。オートセーブと、あとちゃんとこうやってマニュアルでセーブできるのね。ないこれ、何？え？何これ？機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。これマジで何？これ開けない。これ鍵？やっぱり。なんか書き込んできた。生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。あ、これ R1 でなんか、あ、しょしょしょ、入んな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 。ステップできるんや。おお、お前ふざけんなよ。なんや今の不意打ち攻撃は。え、ちょっと待って、これつかみかかり攻撃強すぎやろ。あ、死んだ。あ、死んだわ。え、ちょっと待って、あのつかみかかり攻撃さ、どうやって避けんのあれ。避け方全く分かんねえんだけど。
あのつかみかかり攻撃の当たり判定異常にね強いんですよ。避けれねえしかもなんか予備動作がないからすぐ捕まっちゃう。これエイムアシストねえじゃん。これエイムアシストないからエイム下手くそだとあかんな。こうバイオハザード5みたいになんか敵倒したアイテムが手に入るわけじゃないからなんか頑張って敵倒す必要もないかもね。うわーそっちかい。バイオハザード5だとねヘッドショットで一撃で倒せるんだよね。確かねリメイク版はねなんかあリメイク版っていうかバイオハザード7ら辺か確かね一撃で倒せないようになってるんだよ。ヘッドショットだと確かだった気がする。ヘッドショットで一撃だとなんか簡単すぎるっていう理由で確か一撃じゃなくなった気がする確かね。バイオハザード5全部一撃だったかんな。ヘッドショットであれ超簡単だったわ。ラクーントゥーンズ。お、敵がいるぞ。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何なんかやっぱ妖芸ってなんかところどころでジョークがあるよね。いやいやどうやってやるんだよこれは。これなんなんこれ。これ どうやってやるのこれ。なんか必要なんかなアイテムが。謎いいな。なんか必要なのか。こうドラム缶爆破できそうだね。ああ侵入してきた。これ絶対ドラム缶使うやつやろこうドラム缶使う倒すやつやん絶対。パーン。お全員当たったムーンドーナツ。まあ頭だと2発かな。弾がねえな。もったいねえ。あ2発じゃねえじゃん。これエイムアシストなんてやべえなこれエイム苦手な人マジやばいやばいやつやん。これちゃんと頭に当てないと死なねえんだ。やばいやばい死ぬ死ぬ死ぬ。あ死んだ。なんかこう残りの体力がなんか分かりづらくね常に体力満タンにするぐらいの方がいいのかもな。でもそうなるとね回復薬足りなくなるんだよな。これアイテムがカツカツになるのかそれとも結構潤沢に手に入るのか分かんないよね。お、なんか落ちてる。あ、なんだ、敵倒したらやっぱ手に入るやん、アイテム。手前のやつまず殺すやろ。
あ、ヘッドショットってなんか血しぶきが上がるエフェクトがかかるんや。これどっちかな、上行ってみるか。うわー、なんかいたなんかいた。あ、ドラム缶あんじゃん。死ねえ。なんか背が高いゾンビだったから実は強化版ゾンビだったのかもね。え、ガンパウダーあるだけ他なんもないの。あ、こっち行けんのか。あ、これ落とすと。はいはい、落としました。で、反対側行ってみようか。あ、木箱壊してアイテムニュースね。 OK、 反対側も行ってみよう。こっちは、お、扉がある、入れる。金庫、わからない。ドラッグストア店主の日記、アームレーションの新しい育毛剤が飛ぶように売れてる。あそこの薬は何だって抜群に効くからな。大量に仕込んでおいた、仕入れておいた。俺の目利きは正しかった。これで売り上げ倍増は間違いなしだ。しかし最近この辺りで物騒な噂を聞く。稼ぎも増えたことだし、金庫を買い替えるとするか。新しい金庫は完璧だ。アルバイトにも俺の可愛いワイフにだって金庫のパスは教えてないからな。知ってるのは俺とアクアキュアの彼女だけだ。泥棒野郎には手も足も出ないだろうぜ。アクアキュアって誰や。アクアキュアって何。ガンパウダー。このジルがね、ジルのこの横乳がエロいこれ横乳エロくない？おっと敵がいる。お、まだかよ。あ、倒した。結構判定シビアだな、ヘッドショットの。あとは何もない。あ、こっち行けるか。こっちは行き止まり。だから道が合ってんのかよくわかんないな。わあ、そっちから来んのかい。あれ、さっきのさ、つかみかかられた時のやつってあれ連打じゃない、もしかして。なんかタイミングよく押すとかいう、そういう感じ、わかんねえけど、そういう感じかな。これ連打じゃないかな。でも弾がない。これ連打じゃない。やばい、敵普通に強い。敵強くない、気のせい。俺普通に強く感じるんだけど。おい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 、敵いすぎだろおい。どんだけ湧いてくんだよ、勘弁してくださいや。レールウェイ、あ、ここにドラム缶あったな。おい、マジかよ。敵めちゃめちゃいいんじゃねえかよ、マジで。ゾンビが扉開けて入ってくることはないのかな。ダイナー的なところに来た。
鍵かかってる、いけない、開かない。あの飾り箱、何飾り箱って、あ、これセーブポイントね。うわー、お前やばいな、これどっか襲いかかってくるか分かんねえ、分かったもんじゃねえ。つかこれ格闘攻撃使えへんのや、あのバイオファイ、バイオハザード5とか6は確かあの格闘攻撃でゴリ押しで倒せんだけど、あーやべ、おお、そういう回避ね。あ、なるほどなるほどなるほど、あ、死んだわ、食い殺された。いや、これさむずくない？いや、まあ俺が下手くそなんだけどさ俺が下手くそだけどむずくない？いいね、これ難しい方が やりがいがあっていいな。いや、なんかさ、俺の感覚やと、なんかバイオハザード5とかさ6みたいなゴリ押しいける感覚あんだよね。あとバイオハザード7もあれガードあんじゃん。あ、ガードス、あ、ガードス使えば普通に完封できっかんね、敵の攻撃全部。バイオハザードシリーズ初めて確かガードできるんだよね、バイオ7って。むずいっすね、バイオ3。どっからだよこれ、わかんねえな。え、どっから、これどっからになった、これめっちゃ戻されてね。あ、オートセーブは完全にあれなんや、あのストーリーが、ムービーが出てきたとこだけあれなんや、ストーリーになるんや。なるほどね。なんかてっきりあのタイプレコーダーあるとこまで行ったら普通に同時にオートセーブもされてるのかと思った。これ、なんかでかいゾンビなんか強そうじゃね、これ絶対強そうだよね、身長でかいし、絶対これ強キャラな感じがするんだけど、多分強キャラでしょこいつ。え、これ階段下ろす意味は何かあんの、これどこにつながってる、これ、これどこ、あ、これどこ、これさっきのとこやん。いやいや、マップが表示されないからね、ちゃんと自分で覚えないとな。まあ、タッチパッド押せば一応出てくるけど、こう画面上にも出てほしいよな。で、この奥に敵がいいんだよな。これな、頭揺らしてくんのがマジでうぜえ。あとは特にないかな。
よし、ここを薬局にかけ、これ掴みかかられた時点でダメージ確定なの？アクアキはこれじゃん、さっき書いてあったよな。937ん、937かこれ、937っぽいね。あっち、あれだ、方向も覚えておかないと。左右左ね、左右左で937ね。 OK、強化火薬なんだこれ。こうマグナムの弾を調合するやつかな。一回戻ろう。なんで復活してんだお前なんで復活してんだお前。あ、じゃあ倒してなかったかさっき。まあいいや、937ね。左に9回、12345678910で右に3回、123で左に7回、12345678。はい、オッケー。なんだダッドサイト、おお、サイトがついた。カスタムパーツハンドガン、これで覗けんのかな。んこの装備してる、えこれどうやって装備するの。お、来た、おっしゃ、ハンドガン G19 になった。あ、これで 赤点がついたんや。ほう、あんま変わんねえよし、ちょっとセーブしたいね。ドーナツ屋さん行けばセーブポイントあった気がする。なんとかムーン、ムーンドーナツ。これ油断すると死ぬかんな、ちょっと気をつけないと。あれ、ドーナツ屋さんどこや。これ手榴弾欲しいな。めっちゃ集まってきた。いや、タフだなおい。これハンドガンの威力とか上げられんの。いや、タフすぎるやろ。もうそこ雑魚敵倒してもなんかあんま意味ないね。雑魚敵倒してもアイテム手に入んないからあんま意味ないな。レールウェイに行く前にちょっと一回ドラッチ屋さん行ってセーブしようぜ。いやー、でも楽しいな、楽しいわこのゲーム。うん、楽しい、全然楽しい、普通に楽しい。動物の森の20倍ぐらい楽しいわマジで。まあ好き好みの問題もあると思うけど、俺は動物の森よりはこっちのバイオの森の方が楽しいモテない。これアイテムのどうやって拡張すんのこれ、全然モテねえじゃん。あ、これ預けた方がいいのか。じゃあちょっとだけ預けとこうでセーブすると。
よし、じゃあ行こうか。こっちはどこに繋がってんの？俺はさ、階段降りて俺右に行ったんだよね。あれをまっすぐ行ったら、このドーナツ屋さんに来たってことか。OK。じゃあ、なんとかレールへ行こうぜ。ドラム缶爆破して行こうかな。うわー、そうだった。このクソ警官出てくるんやった。ガンパウダーだけかよ、いらな。これ銃声につられて他のゾンビが来やがんだ。まあ幸い弾いっぱいあるから。いやジル胸大きくね、エロ。鍵が必要。なんか鍵必要なやつ多いな。レールウェイに行けばいいんだったな。レールウェイは、あ、こっち行ったっけ。まだ出てないか。ハンドガン弾。レールウェイ、レールウェイ、レールウェイはあっちか。これ倒したゾンビ復活するとかないよね。なんか出てきそう。おっと、あ、でもさっきのこれなんかなんとかサイトついてかなんか狙いやすかったような気がする。心なしか。消火ホース、あ、これをあれにくくりつければいいんや、消火栓に。なるほどね、はいはい。テスト職員のメモ。ここ数日ボードは広くなる一方だ。いざという時のためにショットガンを用意した。ガンラックに入れておけば取られることはないだろう。私は今のうち予備の弾を調達しに行く。必要になったらチェーンを切って取り出してくれ。職員一同の無事を祈る。やった、ショットガン手に入るぞ。やったぜ、やったぜ。どこだ、これか。キーアイテムを使う。これナイフでいけるべ。無理だったー。どうやってカットすんのあれ。なんかあるかな、カットするアイテムある。これなんだよ、これ鍵全然ねえよ。お、手榴弾だ。あ、飾り箱、これ中調べられんのか。なんだこれ。あー、はめるやつね。なんか最初の場所でなんかあったね、そういえば。よっしゃ、手榴弾。いや、ショットガン欲しいんだけど、ショットガン欲しいんだけど。これ鍵、鍵じゃないとダメ。これナイフじゃ無理か。鉄道会社。いや、これ鍵かかってるやつ多すぎだろ。カイトブラスレールウェイ運行マニュアル。停電時地下鉄は自動的に運行停止します。電源が復旧次第コントロールパネルで停車駅と使用するホーム番号を再指定してください。安全性が確認できないルートが入力された場合はエラーとなり運転が再開できません。なんか番号を入力するのか。向こう側に行けない、行けなくね。なんだこれ、何をしたらいいんだこれ。まだ、あ、まだまだまだ行けないんや、こっちの先は。あの消火栓、消火ホース手に入れたから、あれをあれに結びつけに行けばいいや多分。これ敵復活してないか、気のせいかな。
いや復活してね、これマジで時間経過で復活すんのかな。消火栓どこやったっけ、お、どっから来たっけ、どっから来たっけ、この大通りにあるかな。敵いる、敵じゃねえ、消火栓ある、こっち、いけ、こっちは行けるっけ、わかんないやつだよねあれ どっから来たっけ俺。いや俺復活しとるやろ、絶対復活しとるだろこれ敵。ちょ、念のためもう一回セーブしとくわ。ちょ、セーブはこまめにね。これオートセーブないとね、死んだらやり直しなんかめんどくせえんだわ。反対側かな、反対側の出口から行けばこう行って、こう駆け上がればいいんじゃないか。敵がクソ邪魔いな、どうしよう、倒すしかないか、これ倒すしかねえな。これ完全に復活しとるやん敵。あ、これあれか、やっぱ長押しすればいいんかな、今の掴みかかられてられたやつ、長押しかもしんねえ、もしかしたら。これね、体力減ってくるとね、コントローラーがね光るんだよね。コントローラーのランプの色で多分今の残り体力がわかる、体力がわかる。まあ動画見てる人にはねわかんないんだけどね、コントローラー見えないから。でもプレイヤーならわかる。あ、もう警官ゾンビうぜ。どこだっけ、消火栓確かこれにあるよね、あっちか、あったあった、ここだな、ここまず消火すればいいんや。よし、オッケー、変電所で電力を確保する。よし、とりあえず今回は切りがいいので、ダメだダメだ、さすがにこんなところで区切りねえか。もうちょっとやろう、リペア修理屋さん、お、やったー、あれを使えばショットガン手に入るやんけ、やったー、チェーンカッター、あ、セーブできるわ。とりあえず今回は切りがいいのでここまでにしようかなと思います。という感じで、ご視聴ありがとうございました。